久しぶりです。本当だよね、なんかいつも瀬野は瀬野で文化放送で仕事してるし、僕は文化放送から給料もらってますし、いつでもあってもおかしくないんだけど。そうですよ ね、前見た時は頭がチリチリでさチリ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 でした。それに瀬野あずさがめちゃくちゃ怒って、私は伸ばしてやるってパーマ取っちゃったって言ったから、今普通の髪の毛のね、パンチパーマとか言われたんですよ。よくわかんない人は今の CD のジャケット見てください、ジャケット写真でね、アイミスの時だっけ、なんかとにかくショートパンチね、ライブはね、ショートパンチってパンチって怒るんだって、いや、怒りますよね、イメージが。そう、今言うな言うな、それだけは言うなって、そう言われると言いたくなっちゃう気分なんですが。でも今日までほらカラフルな、それだよね、かっこいい、マリリン・モンローがプリントされてさ、そう、ねえ、ありがとうございます。入るね、おととい発売されました、ニューシングル失恋カフェ、先週29位初登場、ありがとうございます。発売前から大好調で、ありがとうございます。失恋カフェっていうと、僕らがねパッとこのタイトルを聞いて思い出すのは失恋レストランなんですよ。清水健太郎さんがもう十何年も前に歌って、はい、悲しきりやって、で僕ずっと常日頃ね、これ女の子バージョンでも出るのにっていうね感じでいたの。そう、だからこういうのがね、瀬野が歌うってことを聞いてね、嬉しかったね、とっても。でもちろん曲は全く違って、高見沢さんのね、作詞作曲で、いい感じで歌いこなしてるんですけども、昨日テレビで拝見したんですけど、かっこいいですね、バンドを従えて、もうバリバリでこうロックって感じで気持ちいい、やっぱりバンド従えちゃったりすると、そうですね、やっぱりいつももうライブからずっと一緒なんで、いないと寂しいですね、逆に寂しくなっちゃう、まあそんな風に失恋カフェが出たばっかりなんですが、アルバムの話もですね、もうあとしばらくでリリースされるということで、いつだっけこれが、7月の21です、1日、タイトルは何ですか、ホライズン、ホライズン、はい、地平線、水平線、そうですね、作詞作曲も1曲だけなんですけどもね。今までほら詩とかは書き溜めてるなんてことは聞いてたんだけど、ね、いざ作品なのはこれ初めて、初めてですね、先生またそんな本当そうですよね、詩作曲印税もないって言ったら、だからいいな、まだ歌唱印税だったのがね、かなり自信作ですか。そうですね、すごい気に入っています、自分でも。なんていう曲、All I Need Is Love、 はい、どんな感じの曲だった、バラードなんですけども、曲はそんなに苦労せず、淡々とできたんですけど、詩の方はやっぱり時間かかりましたね。まず曲ができたの、はい、本格的だわねえ、まず曲ができて、でそれに詩を当てはめようと、はい、なんか聞きとこないと「天使」というね、言葉にこだわったと。そうですね、天使の絵をちょうどその詩を書いてる時期に購入しまして、それでその絵を見てるだけでなんか気分が落ち着くというか、なんか吸い込まれるじゃないんですけど、それでその絵を見ながらその詩も出来上がった、辞書使っちゃったりしたらしいね、いろんな言葉を探すために。そうですか、いや全然知らないんで、バカだから。何言ってるの、そうなんで、こう辞書片手に、結構作詞の先生の苦労ってのが分かった。いや本当難しいですね、詩っていうのは。はい、病みつきにはなりそうですか。いや、そうでもまた書きたいなとは思ってるんですけど、今回実体験を元にしたの、作詞に関しては。実体験というか、まあそうですね、気持ちいい恋愛をしたいなみたいな。なるほど、これからさ、ラブソング書くたんびに瀬野さんはこれ本当の体験なんですかってことを何度も何度も言われるようになっちゃうね。ね、それ聞かれるたんびにね、作詞は他の先生に任せてくれなかったんだよそんなに人間いろんな経験できるわけないんだから、ね、作曲やったってさっき言ってましたけど、楽器かなんか使って、去年からピアノをちょこっと、いじるようにしてたんですけど、まあそんなテロロロとかって弾けないんですけど、コードを抑えるぐらいの、ライブでもピアノ弾いちゃおうかなって。いや、あれもこう
簡単っていうこういう幼稚園の発表会みたいなんです、ね、絶対注文来るだろうな。弾き語りやってみようか、ね、ちょっとやってくださいよっていうのは、ね、あのユーミンだってあんな凝ったステージの中に必ず1曲か2曲か自分で弾きながら歌うんだからユーミンと一緒にすんなよって感じになっちゃうかもしれないけど、でも弾いてほしいなね、はい、血の人数でレコーディングされてみてその自分の作品がね、はい、もう音にはなってるんですか。もう、はい、どうその完成作品を聞いてみて。あのアレンジですごく変わっちゃうんですよね。だから自分の曲じゃないんじゃないかなっていう。メロディーラインだけがあった時と、いろんな楽器が入ってきて完成されると全然違うイメージ、全然違いますね。弦が入ったんですよ、うんうん、でちょうど弦入れの時も、まあ、初めてだったんですけど見に行ってもう感動しちゃって、自分の曲じゃないっていう、もうなんかもう全然違う。いやもうアレンジャーの方の技に、そうです、ね、ただただ脱帽という感じで、でも音がいいからね。そうです、別におだてるわけじゃないから本当だってどんなに頑張ったってアレンジよくしたってね、うん、うん、音が良くないけど結構いい才能を開花しちゃったのかもしれないね。いや、うん、そんなにさ作詞もやる作曲もやるレコーディングで歌を歌うなんてことになると例えば遊びに行く時間とかなくなっちゃうでしょ全然。いやそんなことないですよ。行ってる。温泉とかもよく行きます。もっと渋いんじゃなくてさもっと都会的な恋が芽生えるようなね、ね、夜やっぱりナイトライフだよ。ああ、うん、まあもう大手振って何でもできる年なんだから。です、飲みにもよくちょくちょく行くんですけど、うんうん、でも温泉、いやお酒ですか、うん？好きなんですけどね、あんまり。よくない。なんで？いけそう。強そうですよね。強そうだよね。顔出ないタイプだから。すぐ赤くなりますね。あ、本当に、そう、でもなんか瀬野が一生懸命温泉の話したそうなんで、温泉がどうしたの？いや、温泉は好きでよく行くんですよ、うん、最近行ったおすすめの温泉なんてある？最近っていうかいつも行くところは一緒なんですけど、うん、箱根の、うん、もう山の奥地の方にある。退屈でしょ、でもその年で温泉のお湯使ってたら。いや、気持ちいいですよ。あ、そう、何やってるそれで。まあお風呂は行くわな。それで疲れるでしょ。で鼻歌ちょっと混じったりして、部屋帰ったって別にゲームセンターがあるわけじゃないでしょ。いや、泊まるんじゃなくて、うん、温泉を入りに行くの。入りに行くの。はあ。これは通だ。ねえ。ああ。なかなか僕ら温泉行くったら宴会好きじゃなきゃ絶対行かないもんね。そうそうそう。ああ。ああ、なるほどね。温泉に入りに行くね。露天風呂ですか。露天風呂。どこ？どこ？どこまでね、ランランとさせて。箱根、くまなく探し会えるね、じゃあね。でしょうね。だけど箱根の温泉っていうのは何百とあるからな。ありますよ。そうです。うん。見つけ合ってた時には瀬野もおばあちゃんみたいになってるから。20年後か30年後ぐらいになっちゃったね。うん。おっぱいはスルメイカみたいになっちゃった。そういうの見てもつまんないからな。早いとこ探さない。早いとこ探さないけね。スルメイカ見んだったら、みおちゃんに裸になってもらってもいいもんね。そこまで言う？いやいや、見たことないけど。言ってしまったもん、しょうがない。さて、それじゃあその、アルバムの中からですね、先行リリースされた、はい、おととい発売になる、スパカにもたくさんリクエストがあって、新曲をかけるんですが、じゃあ、はい、瀬野から曲紹介をしてください。はい、6月の18日にリリースした、瀬野さんの新曲で、失恋カフェ。失恋カフェ、瀬野さんの曲。ちょっと温泉の話で盛り上がってますね。盛り上がってしまいました今。もうみおちゃんとセノでババ臭い話をしてます。なんでですか。そこの温泉はしし鍋がうまいとかね。ね、本当美味しいですよね。美味しいですよ。あのリクエストカード、はい、2枚代表して紹介してください。はい、はい、横浜市の伊藤和美ちゃん、草加市の渡辺拓也くん、どうもありがとうございました。はい、はい、もうたくさんいただいてます。はい、今週はどこまでランクアップするか ね楽しみですけどね。本当になんか音楽の調子もね、力強いしさ、そうそう、詩の内容もね、結構ファイト湧いてくるような、そんな感じですよね。はい、さて、お知らせ関係がたくさんありましてですね、はい、7月7日にライブビデオが出ます。はい、これはあるライブを一つだけ。After I Miss You という、うん、この間ツアーで回ってた最後の渋子がメインで、はいはい、あとこう地方とかライブハウスとか、あとメイキングみたいなの、はいはい、も入ってる楽屋模様とかね、はいはいはい、そんなのがねありますね。はい、それが7月7日、はい、で7月21日にもさっきも言った Horizon、はい、このアルバムが、ついに瀬野あずさ
先生に変身。そうですね。作曲歌、が入ってます。これ注目のアルバムが7月21日なんですが、はい、実は8月になるとですね、面白いライブを予定してまして、はい、女の子だけを集めると。はい、これはセロナイダーなの？そうですね、キャニオンの方と前、うん、去年の暮れ12月のあクリスマスですね、うん、イエローの方で1回だけ女の子のライブをやったんで、うん、またやりたいなと。あ、そうなんですか、はい、場所決まってんのかな、8月22日は。いや、ちょっとまだ、まだ詳しくは分からないんですけど、年齢制限とかないんですよね。あ、ないと思いますね。ちょっと最近気になるいけない日になりましてくださいショックとなるけど、ね、まだ20代だからさ。そうです、ね、同じ世代で考えてみりゃ、あ、同じ世代のスタートとゴールにいるようなもんだからさまあ確かにそうだよね、その通りで、今のところまでないよ。まあね、ね、学園祭にも秋にははい、どんどんやりたいです、はい、うん、学園祭ってのは本当にホールライブとまた全然違う雰囲気なのでね、はい、うん、いいかもしれないですよね。という具合に本当にもうアーティスト街道大爆心中いやいやいや、頑張ります。そんな感じだと思うよ、ね、で温泉で英気を養うと、そうそうそう、ということなんですが、おばあちゃんにね紛れながら、紛れながらね、うん、しし鍋つつきながらさ渋くやってますが、いいな。最後ですけども、じゃあ瀬野あずさちゃんからですね、はい、今ラジオ機の皆さん締め切りまであと20分ぐらいあるんですけども、はい、思わず最後にリクエスト電話したくなるようなメッセージを、メッセージですか、かましてください。はい、リクエストよろしくお願いします。シンプル色つけようよ、もうちょっと色つけようよ。色ですか、うん、何がいいですかね。え、甘い声を入れちゃうとかさ。甘い声、うん、そうですね、なんか照れますね、うん、エコーかけようか。いやぜひともよろしくお願いします、うん、ということです、ね、はい、あと20分ですか、ファンの皆さん。そうですよ、今の時間がかけないですよね、思いません、はい、先週の勢いからいくとかなりの上を狙えるんじゃないかと思いますんでね、ぜひ、うん、ともリクエストでの方をお願いします。はい、待ちしております。夏にかけて忙しいようですけれども、はい、体に気をつけて。はい、ありがとうございます。またぜひスタジオに、はい、ぜひください。はい、今日本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。瀬野あずささんでした。